在ゼジオのアニオン PTCL3 では、エチレンの2つの炭素が、白金に対して等価に配位しているため、ハップと数は2となる。ビシロンは、シクロペンタジェニル配位子が、ハップと数5で鉄に配位した作体である。ハップと数は、作体化学において、作体の構造を記述するときに用いられる数である。古典的なウェルナー型体では、配位子となる分子のうち、 一つの原子だけが金属との間に配位結合を形成する。一方、財政需要に代表されるように、位結合を持つ分子などが配位子となる場合は、いくつかの隣接原子が金属に対して等価に配位することがある。このような作体において、金属に対して等価な隣接原子数を発布と数という。金属に配位している原子が1個のみの場合は、 特に理由がない限り用いない。発プと数は、排位子の前に、ギリシア文字のイータを置き、排原指数を植え付きで表示する。例えば、ビシロンは、シクロペンタジエンの5個の炭素が10日に鉄に、配位していることを示している。1950年代以降の X 線解説や NMR の発展によって、ペロ線をはじめとするヒウェルナー型作体の構造が、 次々明らかにされるとともに、新しい有機金属作体が多数合成されるようになった。これらの化合物はそれまでの命名法では一位に命名できなかったため、1968年に F. アルバート・コットンによって発布と数の概念が提唱され、ギリシア語で、締める閉じるを意味する、イータアルファ・パイタウィープシロン・ヨタニューから頭文字の、イータを窃盗字として採用し、 ハプトハプトと呼ぶことにした。ハプト数と同様に、金属作体における肺位子の状態を書き表すものに、肺位座数がある。肺位座数は、肺位可能な部位を複数持つ分子のうち、金属に結合している原子を特に強調するために、用いられるもので、対象となる原子の直前に、ギリシア文字のカッパを置き、結合原子数を植え付き数字で示す。 カップと数と異なり、それぞれの配位座が隣接しているとは限らない。例えば、ニブル2であれば、ニッケルに配位している銀に、カッパをつけて、ダイブラミド、エタンマイナス1、2ダイオレビスカッパに P ニッケルと表記する。IUPAC、コンペンディアムオブケミカルターミノロジー、セカンドエイド、オンライン版、イータイインオーガニックノーマンクレイチャー。ABIUPAC レッドブック。 ハットパイ結合を持たない分子でも、ハップと数が2以上となることがある。水素分子が E タニで配位した W32 などが知られている。FR ベルトコットン、プロポーズドノーマンクレイッチャー4オーレフェン、メタルアザーオーグパーノマタリックコンプレクサス。J アム、ケン、ソック、90、6230から6232、ドイ、10.1021。 J01024A059 a ありがとうございます。